県民に防火意識を高めてもらおうと、昨日 ja 共済連佐賀から佐賀広域消防局に火災予防ステッカーが送られました。このステッカーは県民の防火意識を高め、火災を未然に防ごうと ja 共済連佐賀が毎年佐賀広域消防局に送っていて、今年で29年目を迎えます。 今年は事前に官主が火災予防の祈願をしたステッカーおよそ34万枚が送られましたこのステッカーは3月1日から始まる春の全国火災予防運動に合わせて各地の消防団や自治体を通じ県内全ての世帯に配布される予定です火事が起こりやすい台所やキッチンの周りであったり 家族皆さんがですね。目につくようなところに貼っていただいて、火災が1件でもなくなればと思っております。県内では去年258件の火災が発生し、9人が犠牲になったということです。